吉村農園です。今日はここ栂池高原スキー場にやってまいりました。雪です。まあ午前中はまだ降ってませんでしたが、結構な大雪です。ということでお昼ですが、これで練習上がりたいと思います。そして今日の練習パート、うちの若手スキーヤー岩瀬くんです。どうも岩瀬です。おはようございます。おはようございます。まあ、おはようございますじゃないか、こんにちはか疲れましたね。いや今日は疲れましたね。なかなかマンツーマンで滑る気がないですけども、はい、バッチリ練習できました。いいですね。バッチリです。はい、ちなみに今年の目標は、今年の目標はそうですね、やっぱり3位以内に入ることですかね予選全日本出場ですね。あの日本出場で休み取れたら行きますということでした。はい、ではとりあえず今日はここで上がります。もう疲れました。クタクタですということでバイバイ。